お待たせしました意外と長かったな、あの音楽。本編に入るまで長くなってしまって申し訳ありません。ということで、もう本編入っていこうか。どうもリズムキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースファントということで、楽しくないということでしょうか。このコースはですね、鬼畜トロール制作者シールダーナインさんが作られたコースなんですけど、この方のコースマジでめちゃめちゃ鬼畜なんだよね。ただコースのクオリティはすごく高い。さっきのリズム天国で疲れて簡単なトロールコースをやっていきたいところですけど、そんな甘い考えじゃダメだ。みんなが満足する動画を作らなきゃ命でもかかってんのかそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.61%。 そんでさ、結構感動したことがあったんだけど、僕ライブした時にこのシールダーナインさん本人が来てくれたんだよね。で、英語でコメントしてくれてて、なんて書いてるか分からなかったからさ、 I can speak English って私は英語喋れませんみたいな全然喋れないのにね。じゃあここは、あ、なるほど、最初にデカキノコを取れっていう感じだったのかい。外枠デカキノコ。ただデカキノコを取ってどうするかだよな。このパワーブロック、あ、リンクを手に入れるのか。ナイス反射神経。そしてこのオープンブロックは、あざー。みんな、このコースやったことがあるかもしんない。見覚えがあるんだよな。やったことがあるっていうことは罠がわかるっていうことですね。ここは左押しっぱ全然分かってねえじゃんか。ちょっとガチな話していい？さっきのオープニングのダメージがもう絶対あんなオープニング作らねえ。過去一疲れてかもしんねえ、あのオープニング。そしてここはドアに入ればいいっていうことで、素直に入らせてくれんのか。なかなかやるではないか、シールダーさんよ。その名前の通り、ゴールをしっかり守ると、そういう意味で名付けたのかい。ならば僕のマナーを教えてあげよう。ビオキングさ、いいな、ウォーキング。下に行くとすぐ上のドアにさあ入れ。さて、そろそろ真面目にやりたいと思います。このドアに入っていく、今危なかったね。火に当たったと思ったよ。そして僕はここで何もしない。それが魚だ。ではすぐ上に行っちゃおう。鉄球が壊してくれるから。この土管に入るとそういうことですか。土管に入れませんね。下だ、下の方に行けばいいんだ。さっきなんでわからなかったんだ。ここに危なあれ魚。そしてここはトゲゾウがいるから、このドアに入る。絶対そうだと思うよ。あのトゲゾウがやられる気配なんて何もなかったもんな。そしてお、危ない引っかからねえよ、そんくらい。そしてここオンオフが変わるんだろ変わらんかー。
恥ずかしいことすんなってピオキング。じゃあここはルートの方行っていいのかな。隠しブロックとかはあるね。そんな初歩的な罠に僕が引っかかると思うな。そうしてこの時像取って、もう素敵だよその筋肉。じゃあすぐにあの時像を取っていこうか。そしてこのブンブンを倒していいのか分かんないんだけど、もしかしたらさ鍵とか手に入れれるかもしんないから一旦倒してみようか。あ、何も手に入んないなって上にしないでいる。何をしてくるあの石打ち。すぐにドアに入ろうか。頼むぞ毒の人、すぐドアに行ってるけ。このドアにドッドッドッキャー。罠が多いよ。二郎系ラーメン食べに行った時のニンニクの量ともやしの量ぐらい多いよ。罠マシマシだよ。こんなんじゃ僕頭狂っちゃうよ。喉も潰れちゃう。大将、今日はニンニク少なめでお願いします。いいのかいお客さん。ニンニクが少ないってことはトロールコースで隠しブロックが少ないってことさ。というとスパイスが効いてないってことさ。なんか自分の世界入ってね。みんなちょっとついてこれてる。この舞台のやー、ここ上で分かったのか。絶対キノコの方違うと思ったんだけどな。じゃあオンオフをしてキノコを取る。そして上からファイヤークッパクラウンを乗れっていうことなんじゃない。全てを壊せファイヤークッパクラウンよ。そしてここから上から行く、下から行く。下から行っていいわけねえだろ。あれ、あ、え、じゃあこれもう下から行くしかないよな。こっちで合ってたんだ。そしてこの上に行ってこっから右ジャンプすれば、うん、中間が取れないよ。え、じゃあどうやって行けばいいんだろうな。ここ、え、左は行ける。隠しブロックを叩いたらいけなかったみたいだ。さあ中間ポイントも目の前ですけど、あの中間ポイント通ったところで僕はちっとも嬉しくないさ。見るべきものはゴールのみだ。さあ取れるのか。ちゅっチョロップが降ってきたってことは右下に逃げなきゃいけないのかな。そうしなきゃチョロップ襲ってくるよな。あ、やっぱ襲ってくるか。でこのドクロリフトに乗って右下の中間ポイントを取れみたいな。さあさあ、いや意外と長かったな。トロロテテテも取れたしさ。もうやめろって。いや僕当たってないよ。みんなに当たってるように見えるでしょ。トロロテテ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 テ。そろそろ落ち着けピオキング。こんなんじゃマジで誰もついてこれなくなっちゃうよ。自分のワールドに入るな。マリオワールドだけ。マリオワールドだっていう。クソしょうもないこと言おうとしてたけど。知りたい球かなこれ。え、これパウの上に乗っていけみたいな、なんかそんな感じっぽいな。え、これ難しくないか。いけちゃうんですね私死に耐久名人は。そして左のガリガリに当たれっていう感じだと思うんだけど、あのフラワー当たらないよ。フラワー以前の問題じゃねえか。隠しブロックとか誰も求めてねえって。でもそんなのぬるいよパワーブロック。あなたの上に乗ることぐらい僕にとっては造作もないことなんですよ。そしてこの流れでいけない。あ、いけるいける。これ親切設計だな。多分もう一回当たって右押しっぱすれば流れでいけるような気がする。頼むいけて。よしよしよし、そんなに苦戦しなかったね。見た目はめちゃめちゃ難しいんだけど最後はやらせてくれる。死に耐久名人を舐めるな。右押しっぱダメ、右押しっぱダメ。多分ね土管のところに止まる。オッケー、これでバネを持っていくんかな。いやバネ持っていくようなところないと思うんだけど一旦持ってってみる。これ怪しくない。後でいるような気がするんだけど、ここでバネを投げるみたいな。あっあっあっ。何やってんだお前ら。でも分かった分かった、ここでリング取るじゃん。でこの場所で爆弾を投げておかなきゃ多分ダメなんだよ。上のつららに当たるでしょ。そして被弾して先に行くみたいな。いや被弾しなくてもいいのか。これは指でいいのかな。あの P のところで行くのか。3本狙ってくれ。え、 P を発動させろみたいな感じ。何を出してくる。やっぱシルダさんのコースは素晴らしすぎるよ。バグなしでもこんなに面白いトロールコース作れんのって話だよな。じゃあここ P スイッチ押されたからすぐドアに入る。そして次は何も何が起きた今。早すぎて全然喋れなかったじゃないか。ただここはジャンプしたらいけないっていうのを分かった。もう一回 P ドアに戻るっていうことなんじゃない。うわ怪しい、あの P ドア。どうなんだろうね。じゃあジャンプして右に行こうか。やめてくれ。これは右の土管に行くとかそういうことなんかな。そのまま下に行く。どっち、あ、こっちで合ってるパターンもあるよ。でも赤の土管がマシーンって出てくるの。あ、いや、これは一旦キノコを取らなければもう出してこないのか。じゃあここで一旦当たって、当たりさえすれば余裕ね。当たらして。邪魔するんだって。
ね、そしてあの記録を取らなかったら、じゃあさっきの C 耐久より簡単かもしんないな。これ一回一回つららが壊れるのがちょっとめんどくさいんだけど、まあまあこれで記録を取らなかったらいいんだけど、もうやめろって C 耐久多いよ。やったー、ここは一旦キノコを取っていい。そして針に当たって土管に入れっていう感じで、チェックポイント2はそろそろチェックポイント3択真ん中行こうか。いや、一番左っていう可能性もあるよ。右、真ん中、左、そして一番左があると思うんだけど、ここが正解だ。あってる、あってる、やっと4分の1あったよ。そして中間か、上下どっち、右行こうか。多分こっちが合ってると思う。上はまだだ。どうなる、ここは僕は何もしない。どっかに入ればいいのか。どっかに入る、入れて。みんなにはっきり言っておく、僕本当に一つも覚えてないんだからな。この一番左が正解とか本当に分からなかったんだからな。上に行けばよかったの。どうなんだろうな。上に行ってみる。ダメよ。じゃあこっちで合ってたのか。ジャンプしろってこと、この辺で。わからんちゃ。チェックポイント2が長いな。鍵の場所か。鍵の場所のところまで行ったら右行けっていうことだね。オッケーオッケー。そしてこの、左なんか出てきてるよ。右の土管は入れないっていうことなのかい。頼む、入れさせて。この土管が、なかなかいい感じの攻防戦だね。紙一重で僕が勝ってるっていう感じかな。じゃあここは左にジャンプして。ダメや。いや、わかんない。あ、ブラッパッパッパッの音が悪いじゃない。いいところで噛むな。だからもうブラッパに乗っておこう。そして、いや、もうちょっと遅れて乗った方が良かったかな。そんでここ左に、あ、まあどうせリンクになれるからいいか。で、左の土管に帰れと。そしてさっきこういうブロックがあったじゃん。そこ、うわ、これ下すげえ怪しい。一旦爆弾投げておく。下に、いや下に行ってもどうしようもないよな。だからここで爆弾を投げて左の土管にある。さあチェックポイントに、それさえあれば僕はもう何もいらないよ。まだかチェックポイント。よく見た、ここはちくわブロックを。そして爆弾でオンをする。もうどうしようもなくね、これ。すげえね、怪しいなって思うところがあって、右にさ、スネークブロックと砲台があるじゃん。あそこにあったような気がするんだよな、中間ポイントが。僕の記憶ではね、頼む、あそこにあって、ここは右を進化しようか。そして、いや、出ないか、中間ポイント壊れて、いや、このスネークブロックの裏にありそう。だから右を進化、常に右を進化だ。頼む、チェック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 メイトなら左を進化だ。このスネークブロックの伝説かな。ジャンプもするなってことですね。常に左を進化だけをしておくよ。頼む、中間ポイントは、え、ない。え、このキノコ取っていい。どうする、どうもできねえよ。しんどいよ、ここまで戻ってるの。めちゃめちゃしんどいよ。とりあえず左を進化しよう。左を進化してすぐ右に行けばいいんだ。もうやめて。任天堂さん、もしマリオメーカー3が出るならどこでもセーブ機能をお願いします。それやったらすごく楽になる。ジャン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 、ジャンク品になっちゃうよ。ここだけでどんだけ引っかかってるんだと、そう思ってる方たくさんいるんじゃないのか。やってみたらわかるよ、この難しさをな。さあ次は中間ポイントあったね。頼む、中間ポイント取らせてよ。あ、次こそは取るぞ、このチェックポイントをね。気合い入れるぞ。ああ、あっちゃー。うるさいんだよ、落ち着いてやっていこう。そんなに難しい場面じゃないぞ、ここは。ジャンプし続ければいいのかな。オッケーオッケー。そしてチェックポイント、やったか。見たか、これがチップカップって取る名人だ。カミカミじゃねえか。そして中間ポイント取る名人ってなんだ、なんだそれ。もうゴールだ、いいよ。中間ポイントにめちゃめちゃ遠かったよ。そしてこのスネを、右に行くのね。ドカン、スネ上で間違いなさそうだ。そしてこのコス、チェックポイント戻しだけには気をつけた方がいいよ。何かしてくれと思ったよ。左上のハテナすげえ気になるけど、あれは無視しておこう。まさかまだ、僕は何もしない。それやめて。このバブルのかわし方がわかんねえんだけど、すぐ下に行けっていう感じかな。あー、これでいいのか。待って、つらら乗る、そしてすぐドクロリフトに乗る、そしてこのリンクを取ったら下に行ってやられましたとさ。あ、なんか行ったね、別の場所に。なんか右を進化したら土管に入ったんだけど。もうやめてって。これは死に耐久っていう感じなんじゃないの。どう行けばいいんだろう。こん中に入る。わかんねえ、わかんねえ。あ、わかったわかった。このドクロリフトに乗ってオンオフをして、
この地下ブロックを落としてあの地下ブロックに乗ってドアに入るみたいな。うわこれめちゃめちゃ鬼畜じゃないか。ちょっと飛ばしていい、もう喋ることあんまないからさここで。さあ地下ブロックに降りたね。そしてこう、うわ惜しい、今バーに引っかからなかったら絶対行けたと思う。それここ僕ちょっと見覚えがあるんだよな、ドアに入った先に。ちょっと待ってね、シャッ、よしよしよし来た。でここドアと入った、うん、ドアじゃないね、あれこの先ゴール？えって書いてるよね。ゴールの可能性あるよ、あるある、全然ある。そしてファンと楽しくない。あ、思い出した思い出した、みんなごめん、思い出した。ここで、あ、で何を思い出したかっていうと、この先リフトがあったじゃん、左を出発したら乗れると思うんだけど、そこに隠しブロックがあったような気がするんだよな。絶対そう、だからすぐ上に行くみたいな。いやこれ覚えててよかったいや申し訳ねえ、なんか罠を覚えててしまっててさ。でも使えるもんは使わせてもらうぜ。じゃあここリンク取って左かな、ジャンプした瞬間左してみようか。あ、これで先に進めるのね。そしてここの隠しブロックは何なんだ、バネが出てきたね。バネが出てきたってことはもう引っかかったっていうことなんかな。いやどうなんだ、ここは隠しブロックある、ここもある、下だもしかしてまた死に耐久じゃねえか。もうすぐゴールがあると思うんだ、頑張れピオキング、応援してくれみんな。バネを抜けたのはいいんだけど、右上に行けっていうことかな。ちくわブロックあるじゃん、あそこ降りていくみたいな。そしてここどうしよう、一旦ちくわ捕まる、捕まってピンスイッチを押した瞬間もう一回ちくわ捕まろうか。あ左のドアに入れってことね。いや絶対こっち違うじゃん、もう死に体験みたいな見た目してんじゃねえか。うわしかも難しそう、もうバネとつたけんとか絶対難しいって。なるほど、どんどんつかにつかまっていけっていう感じ。もういやだこれ、もうこの放送の時、あーそして次もつたにつかまれっていう感じか。どんな感じが来るだろう。そして最後絶対もっと難しいと出てくれたもんだな、もう噛みすぎ。そして上は、なるほどこれは難しいよ、ちょっとガチ集中するわ。ここだー、うんまっ、めちゃめちゃうまくなかった。そしてここはキッチン、ここか、いや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 もうやだ、さっきのところまでカットしていいかな、キもうやめて、もう僕はこれ以上やめて、僕はもう満足したって、もうこれ以上はいいって。いやここほんと難しい、さっきよく一発で行ったな。もうちょっと長引きそうだったら、ガモンのところまでカットするわ。ここをしっかりと抜けたらすぐジャンプしてバネに当たらんようにしようか。いやこれでいいのか、おしおしおし、そんなに難しくなかったかもしんない。そしてあの鉄球にタイミングよく当たろうか。はいはいはい、ここだもうよくね、もうここ見せるよ見せてよくないそんなわけにはいかねえよな、地位耐久名人だもんな、絶対にあそこをクリアするよ。ただ尺がすごい長くなってると思うから、ガモンのところまでカットさせて、よし来た、次こそ絶対に当たろうか。はーい、ここだー、やったゴールより嬉しい。ちょっとこのコース鬼畜すぎないかな。じゃあ B スイッチを押した瞬間すぐ左にジャンプ、オッケー。もうそろそろマジでゴールあっていいよ。ゴールはどこだ、何もしないでいい、受け止めて。今さ左にキノコ出てこなかった、この場所で本当何もしなかったらよかったみたいな。そして上に行ったらいいのかな、え、どこに行けばいいいい加減にしろよ。キノコを取って下から走って行けばいいんだ。で上のバーがあるじゃん、そっちの方に大ちゃん怒っちゃうぞ。どの辺でジャンプすればいいのさ、あのつららの上に乗ってみる。じゃあこのつらの上、あ、この辺だったら隠しブロックがないのね。そしてここはハテナを叩いてオンオフが変わるとかそんなはないよな。そしてこの鉄球はこれだこれだ、鉄球出す、そしてバネによって押し返されるでしょこの鉄球が。そして右下に行けっていう感じか。であのメットがあるじゃん、跳ね返って、あ、跳ね返ってこないね。ブロックにやられるから、あ、分かった分かった、おーしたらさこのバネ3つ上に上がってくるんじゃない、だから一番右にいるのが正解だ。このシールダーさんっていう方のコースがあるじゃん、ゴールポールが見えてからも結構鬼畜なんだよな。じゃあここは上を失敗でいいっていうことでしょ。そして右に行くんだけど、ゴール近そうじゃないこれ、どっかゴールあるんじゃないこのブロックの中とさ、あー鍵を手に入れてあの P スイッチを押していいのかな、 P スイッチを押して
なるほどね、上に行けっていうことだったのね。ここブロックはこう、右はいや、あのツタに捕まっておけばよかったってこと。あ、そういうことか。はいはいはい、ということはチェックポイント戻しとかされた。今チェックポイントの音聞こえなかった。あ、でもどこに行けばいいのこれ。上、あ、ドアに入れたよ。でずっと B が鳴ってるから、もしかしてワンちゃんこれゴールまで連れてってくれるんじゃない。頼む。もしかしてこれしろってこと。これして何も変わらないみたいな。うわ、頼む、チェックポイント戻しやねんか。いやー、長かった戦いでようやく終止符を打つことができそうだね。じゃあここはピーススイッチを押して、このツタに捕まっておけばいいんじゃない。そんで上からゴールするみたいだ。いや本当に実は下からゴールするとかそんなことはないよな。右下のブロックが開いてさ、そっちに何かあるみたいな。いや、これゴールできるだろ絶対に。頼む、ゴールさせて。隠しブロックとかないでいいよもう。頼む。やった、これはもう確定でしょ。さあゴールしよう。いざ走るルダダイ。すいません、歓喜のあまりシールダー9と呼び捨てにしてしまいました。シールダー9さん、本当に素敵なコースをありがとうございます。ただもうちょっと優しめでもいいよ。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオ、特殊なジャンプ垂直登りということで、サムネを見る感じさ、オンオフブロックによって上に行けるルートがなくなってるから、これ行ける気がしないんだよな。でも投稿してるってことは行けるんだろうね。どうやって行くんだろうって思って。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.2%。 まあクリア率がさ、そんなに低くないから難しくはないと思うんだけど、行けるような気がしないんだよな。しかもゴール条件あんの、コインを56枚、56枚もあんのこの中で。でも最速が3秒で言ってたよな。とりあえず下から叩いてみようか。上に行けねえじゃねえか。右側のコインの方に行ってみようか。そして右ギリギリでオンオフしてみる。それで先に行けないかな。うわ、行けそうにないわ。え、これ本当に貫通して行けんの。コース名にさ、垂直飛びって書いてたじゃん。だから垂直に飛んでいくとは思うんだけど、真下でジャンプしたらこうやってマリオが埋まっちゃうんだよな。じゃあジャンプするときに右入力したまんまジャンプしてみるね。なんか今2回行ったね。なんか分かった気がする。ちょっとやり直していい？上の行き方は分かった。多分ジャンプした瞬間コインの方向があるじゃん。そこにスティックを倒しておくんだよ。そしたら先にどんどん進めるみたいな。いや言ってないけど、これ見つけたのマジですごいと思わない？初めて見たねこんなの。まあまあこれでクリア方法が分かったね。ジャンプした瞬間右、そして左、これを繰り返すことによってどんどん上に行きますよみたいな。やったいやこれは本当に感動したね。こんなの失調したの方が絶対少ないよね。とても素晴らしい一発マリオ、ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。